皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。はい、てつっちゃおチャンネルへようこそ。スピード青島です。今日もグリーンマックスの新旧動力の走りの違いについて調べてみたいと思います。視聴者さんからこんなコメントいただきました。低速走行時の走りの違いについて調べてくださいといただきましたので、今日も新旧の動力の走りの違いを少し調べてみたいと思います。それでは動画を撮りましたので、どうぞご覧ください。どうぞご覧ください。いかがでしたでしょうか。まあ僕の見た目ではね、正直それほど違いは感じられませんでした。まあ、おそらくまあレイアウトのね、レールの汚れとか車輪の汚れとかにも影響すると思うんですが、まあ、そもそもフライホイールっていう、まあ、仕組み自体が、前も話しましたね、コマのエンバー部分にエネルギーを貯めて、それで安定走行を目指していますので、中速高速走行だとまあエネルギーが溜まってるんですけど、低速走行だとそもそもフライホイールにエネルギーが溜まってないので、それほど走りに違いが出ないのかなというふうに感じました。まあ、やっぱりね、一番は動画で見るよりも実際運転してみると、この指先にこの違いがね、伝わってくるんですよ。はい、ということでちょっと動画で伝えきれなかったのが残念かなと思いますが、以上グリーンマックスの新旧動力の違いを調べてみたという動画でした。参考になりましたでしょうか。参考になりましたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホタブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あとツイッターのフォローもお願いいたします。